いやあ、節電ケースだよ。今回はね、2月27日。みんなも知っている通り、ポケモンの日。そして、奴が来る日。そう。ミュウツーです。マックスレイドバトルでミュウツーが登場しました。ということらしい。なんか朝起きたらさ、公式ツイッターがさ、そういう情報を漏らしとったんですよね。突然すぎる。そんな事前情報いなかっただろうって思うんやけど、そのミュウツーめっちゃ強いらしくて、でも倒したら珍しい道具が手に入るかもしれないみたいな。何それ、何それ、マジ気になるんですけど、マジマンジみたいな感じではなっております。まあ何せよ、今回ミュウツーを倒しに行くぜ俺は。さて、何のポケモンで挑むかっていう話なんですけど、実は俺さ、マックスレイドバトル用のポケモンさ、無限ダイナとザシアンしかおらんのよな。ザシアンと無限ダイナでちょっと挑戦してみようかなと思うんですけど、どうもね、無限ダイナとザシアン、それぞれの、巨大、ダイマックスポケモンに対して威力2倍になる技あるんですけど、確かアイアンヘッドが剥がれタイプの技なんやな。ザシアンの場合は。で、無限ダイナがドラゴンタイプ。両方ともエスパータイプのミュウツーに対しては等倍なんですけど、じゃあ問題はエスパータイプに対してこの二人がどれだけのダメージを受けるかっていう話なんですけど、フェアリータイプは今一つで 0.5 倍。それに対して無限ダイナはですね、2倍。エスパータイプは弱点なんですよね、無限ダイナ。だから無限ダイナは相性悪いということで、今回はザシアンでいきたいと思います。ミュウツーはね、防御と特防両方とも90なんですよ、種族値がね。だから別に物理特殊どっちで挑んでも大して差はないというわけなんで、今回ザシアンでいくぜ。こっちにちょうどね、こんなピンク色で光ってるやつがあるからね、そこにミュウツーがいると思っております。バーバーン。邪魔だー。来たーこいつ、ミュウツーじゃない、ミュウツーじゃない、ミュウツーじゃねえや。これ出そうじゃない、これなんかミュウツー出そうじゃない、違うかい。今ヒカヤが出とるところが全部ミュウツーじゃなかったんで、もう願いの塊放り込んでこっちからミュウツー呼び出してやるわお前。わあ、光り方がなんか弱い気がする。ミュウツーじゃない気がするわ、これはミュウツーじゃなかったわ。ああ、なんだお前は。じゃねえんだよ。うわあ、もうなんか当たらんなーって、あれこれな、これ不思議だねじゃね。そうじゃそうじゃ、関東の御三家も出るって聞いたよな。ああ、これはそれでよかった。いいんじゃないかな。不思議そうだった。よっしゃ、ミュウツーの前哨戦じゃお前。
鉄拳ブレード、ブラー。よっしゃー、普通に倒したわお前。普通に渋らずにハイパーボール投げるわお前。スローイン。ダメなんかーい。ダメだったわ。ようやく入れたんですけど、ようやく入れたんですけど、準備完了。ミュウツー持ってる人いるな。あ、でもあれか、ポケモンホームから持ってきたミュウツーっていう可能性もあるし。何せよ、やったぜ。ようやく俺にもチャンスが回ってきたわ。みんな頑張るぞお前。俺以外アルファベットの名前やな。外国の人かな。まあ今やってるのは平日の昼1時だからな。日本人は働いてるわ。この時間基本的な社会人は働いてるわ。普段働いてないってわけじゃないよ。俺が別に普段働いてないってわけじゃないよ。俺は平日にしか休み取れないタイプの仕事やってるから、そういう話ですよ皆さん。行くぜみんな。めっちゃザシアンの書き方がかっこいいな、英語にしたら。まあ最初から貼るんじゃミュウツー。6つも出てきたよ。よっしゃ行くぞお前。というわけで居住ゾーン。さて居住ゾーン、当たり前だな。当たり前に居住ゾーンを打つからなお前。ミュウツーオーロンゲあたりが9大マックスして、このバリア2枠打ち破ってくれるっていう、そういうパターンになるけど、まずオーロンギか。オーロンギはアクとフェアリー、エスパータイプにアクタイプが強いんじゃなかったっけ、だったような気がする。シャドーボール、シャドーボール来ました。シャドーボール、ゴーストタイプか。ゴーストタイプが効く。ミュウツーの大文字、大文字覚えてんのかい。ミュウツー大文字覚えるのね。アホだった。そんな気は、そうだったか。だったら、剥がれタイプとザシアもちょっとやばい。俺のザシアも死ぬんじゃん。次のターン、俺のザシアも燃やされて死ぬんじゃん。大丈夫かな、俺。ミカのザシアがワンポンされましたよ。まあ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。俺でなかったよ。わかった。けど、オーロンゲもそこそこダメージを受けたな。しかも、やけど。ダイナ君に3回攻撃来ましたよ。オーロンゲは結構削られた。ダメージでかいな、おい。一旦目で結構大損が食らえてますけど、大損が食らってますけど。入れ、入らない。やばいぞ、これはちょっとやばいぞ。巨大スイマー、眠らせる効果あるんじゃないの、もしかして。眠れ、眠らないな、眠らない、あたらしいマジに。ルビーサファーの頃のオープニングの歌詞みたいになってるからな。眠らない、あたら。応援するしかないもんな。雑誌はバンパンにされた人を応援するしかないもんな。シャドーボール入る。大文字来た。あ、俺じゃないんじゃん。なんか俺に攻撃してこんな。うん、雪球様って様ついとるからな、敬ってくれてるんだ、ミュウツーが。ミュウツーも昔の A だったさ、ミュウツー様ですっていうね、催眠かけられた、ジョイさんに呼ばせてるからな。あ、ミュウツーがやられた。味方のミュウツーがやられてもだ。これで2落ち。なぜか俺、無傷ピンピンなのはなんでだろうね。サイコブレイク、それは効かん。後悔今一つでこんなに食らうの、それはそれでちょっとやばいんじゃないですかね。後悔今一つですよ。食らえ、
正義の剣、それでバリアがようやく一つ目のバリアが消えたわけです。これ強い、やぶ、あかんだろこれ、損害がでかすぎるわ。あとバリアもう一個出てくるんだろう。巨大スイマがバリアない状態で綺麗には入る、効果抜群でこれやけんな。とんでもないな。で一旦目にやられたザシアンが戻ってくる、味方の。大文字来るかな、大文字 PP 切れないかな、そろそろ。わあ、でも俺の今日13の PP も最後1個目やん。あら、かわいい。そんなところに注目してんじゃないよ。燃やされたー、どんどん俺のザシアンも燃やされた。俺のザシアンも燃やされた。ああ、誰がザシアン使おうとしても、おい、ザシアン、ザシアンなってやお前。ザシアンで使ったところで、赤かった。さようなら。ついよ、ミューズついよ、あかんで、勝てんで、こんな。調べてきたわ。なんかオーロン家がさ強いらしいな、ミューツに対して。オーロン家で何だったっけ、挑発を一手目に使って、ミューツがね、もし物理型の場合、ビルドアップ使ってくるらしいよね。でビルドアップでちょっと積んでくるんで、それを挑発使えばビルドアップ使えなくなるよねって話で、相手の積むを阻止できると。でもってリフレクターもしくは光の壁で相手の攻撃のダメージを弱らせると、壁を張って相手のダメージを弱らせて、こっちがなかなか死なないようにすると。でそしたらあとはイカ様とかソウルクラッシュとかでバンバン押していけば勝てるぞと、そんな感じで対策立てられてるらしいんで、なんとね、俺すごいタイミングいいことにね、昨日ね、オーロンゲをね、巨大マックスできるオーロンゲをね、レイドで捕まえたばっかなんですよね。なんてタイミングのいい。すっごいタイミングいいんやけどさ。面白くないタイミングいいけどね。捕まえたところなんで。うん。ちょうどね、ポケジョブの方で努力値ぶりをしようと中だったんですけどね、それ引き上がらせてね、ちょっと呼んできましたわ。帰るだけの、あれ、語ろうかな、俺。HP 全振りじゃん、もう。努力値を最大が255なんで、26個使えば、ほんと、1個持っとうけん、25個買えばいいんか。で、できるでしょ？で、確か、あれやね、オーロンゲって、攻撃やな。物理攻撃がいるんでな、いるんかな。なんで、タウリンもね、これだけ買ってね。あと、もう完全に、努力値振り終わらせるために、素早さの方も、素早さは3個持っておけん、これ使えばいいんか。道具だろ？でもって、なんだっけ、HP！ おい、飲め！はい、飲めよ、お前。はい、飲めよ、お前。はい、飲めよ、お前。で、素早さも1個だけ飲んどけ、お前。これでもう、OK やな。もう、この辺、努力値ぶり全部終わったわ、お前。即席で努力値ぶりしてたわ、お前。あんま考えずに、お前。ソウルクラッシュが物理技やしな。これでいいんじゃん。これでええんじゃん、これ。もう即席で作ったってオーロンゲ、お前。対戦で使おう、これも。で、レベルも100にするわ、お前。もう、急いで、急いで。
ケーキ飴全部使えよ、お前。もう全部ブッパーだよ、お前。ブッパーするわ、お前。ケーキ飴 M なんかもう、もう残しちゃったもん、出し物にしてみたらしょうがないだろ、お前。使えよ、お前。使った。アームハンマーはいらん。多分いらない。必要だったら後でもう思い出させて、覚えさせるしな。ケーキ飴もブッパーじゃん、お前。ブッパー15。あ、ちゃうな。ちょっと、出し惜しみして、これに関してだけはちょっと出し惜しみして、後半5ぐらい残ったところを全部不思議な雨で。これぐらいがちょっと効率いいかな。レベルアップ。よし、100したった、お前。もうミュウツー倒すだけで、ミュウツーを倒すためだけにオーロンゲー、育てたぞ、お前。よっしゃー。なんかここ来ちゃった。オーロンゲー頼むわ、お前。お前、可愛がってやるからな、お前。オーロンゲ、可愛がってやるからな、お前。頑張ってくれよ、お前。めっちゃ笑顔しとるやん、お前。お前、見た目に反してめっちゃいい笑顔したな、お前。お前じゃないんだよ、お前。お前はダメなんだよ、お前。お前じゃないんだ、お前。お前、どっか取りにとけ、お前、お前。お前よっしゃ、次は技じゃん、お前。思い出す。ちゃんとした技構成しとかなあかんのな、これ。ビルドアップはもう自分は使う必要ないよな。壁払うな、壁ないで。思い出せんの？思い出すようなあれじゃないんじゃ。イカ様はとりあえず覚えときたいな。相手の攻撃が高いほどダメージ上がる。高いんだろうな、ミュウツー。だからこいつを覚えさせとくんやけど、そうやな。それと何やったっけ？何がいるんだったっけ？挑発じゃ。挑発、覚えるん、これ。思い出す、あれではないんだよ、これ。挑発。残念。イカ様とソウルクラッシュ。どっちの方が効率いいかな。ま、イカ様で言っとくか。あ、でも特攻を下げる。うん、どっちの方がいいんだろう。特攻型だったらソウルクラッシュの方が効率いいんやけど、威力が高い。イカ様やな。イカ様にしとこう。あと、そうやな。挑発とリフレクターと光の壁を覚えさせたいけど、あるんかな、俺。あるかな。まだマシンにあるかな。探しやすいように、これ、50音順だとんな。なんだ。何がいるんじゃ。挑発か。まず挑発選ぼうか。たーち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 ー、挑発。挑発。挑発、挑発、た、た、血がないで、まず血の欄がないで、挑発ないし、挑発の、あれないで、リフレクターと光の壁か。あと、リフレクター、はぁ、ひ、ひやな。光の壁、光の壁もないわ。え？もう、持てないんじゃ、俺。あとはなんだ。リフレクター？リフレクターぐらいはあるだろ、お前。リフレクターぐらいは。リフレクター。ないー！リフレクターの技レコードないー。あ、挑発あんね。挑発あったわ。下の方に最近手に入れたんじゃ。そうか、オーロンゲで倒した時に出てきたんかな。おっとったわ。というわけで、こう挑発は使えると。やったぜ、みんな！調べてみたら、光の壁とリフレクター両方ともエンジンシティで売ってるってよ。やったー。よかったー。レイドバトルで手に入れる必要なかったわ。技マシンだったわ。技レコードかと思っとったら技マシンだったわ。売ってたわ。あったわ。光の壁とリフレクター両方とも。なんだ、よかった。売れピー。売れピー、マジまんじゅう。よっしゃ、もう、思い切ってな。名前もアンチ MT にしてやったわ、お前。MT はもちろんミュウツーの略な。マニュアルトランスミッションじゃないからな、お前。車の話じゃないからな、お前。名前これにしてやったわ、お前。もう、ミュウツーを倒すためだけに作られたポケモンって感じやぞ、お前。人間の都合で兵器として生み出されるためだけに作られたミュウツーと、体をなす存在だからな、お前。もうなんかちょっと、
似たようなもんが感じる。ミュウツーと似たような感じのものを感じるからな、もう俺のオーロンゲは。来た、来たか、求人、求人、来た、求人おる。あーこれロックかかってる、ロックかかってるわ。これはこっち行けるかな。求人来たぞ。よっしゃ、ミュウツー討伐の求人来たわ。俺が乗っかるわ、お前。就職じゃ、お前。ミュウツー討伐者に就職じゃ、お前。来た。ポケモン帰って、これじゃなくて、これ。よっしゃ、俺がオーロンゲよ。あれ、俺のオーロンゲ、あれやな。ダイマックス飴、もう一つ壊せれる、あれだったかな。ちょっともう一回確認しとこう。あ、マックスか。うん、マックスやな。よっしゃ。ちょっと待って。俺のオーロンゲってステータス結構高ない？どれ？あ、個体値 5V だったんだよ、俺のオーロンゲ。ああ、確認したかった。どうでもいいわ、お前、今は。今は戦うべきじゃん。なるほど。オーロゲ3対2、ネクロズマっていうね、アタッカー。よっしゃ、役割かぶらんようにね、立ち回りたいな。オーロゲが3体おるからな、全員が同じ行動したらアホみたいになるところあるけど。どうしようかな。壁張るのは別に全員がやってもいいんやけどさ。あれやな、どうしようか。挑発、挑発か。挑発を誰かが打たなあかんのやけど、これさ、あえて俺は挑発使わずに味方に挑発頼んで、壁張っとこうかな、俺。物理なんか、特殊なんかちょっとわからんのやけど、特殊だと俺は呼んで、こうしとこう。ダイマックス、誰が使った？誰が使った？だってオーロンゲーだろうな。工場でダイマックス使うって言ったらオーロンゲーか。お前かいあ、でもネクロズマって何タイプなんこれ。俺、ネクロズマのことようわからんけど。あ、こいつがバリア剥がす役になってもいいんか。だからこそネクロズマか。ネクロズマって何タイプなん。挑発来た。ですよね。誰かが挑発使うだろうなと思っとったわ、俺。実支援、物理タイプだったわ。あー、間違えたな。だと、ダイバーも来た。てか、オーロンゲ素早さ行く。あ、両方ともか、これ。ダイバーンは物理か。ダイマックス技やけん、物理か、これは。物理タイプか、今回のミュウツー。あ。ネクロズマ、アクタイプ、ゴーストタイプあたりが入っとんかな。だから、エスパーのミュウツーに効果抜群入るんやな。光の壁だった。俺使ったん光の壁だった。残念、リフレクターじゃなかったわ。あ、この人は攻撃したんだな。じゃあ俺ちょっと壁張るわ。この人攻撃するんだったら俺壁張るわな。リフレクターやな。物理耐久を上げる役になろう俺。おっと、味方もリフレクターを張りました。リフレクターって2枚以上貼って効果あるんかな、ところで。そこ知らんのやけど、俺。何にせよ、これでなかなか死ににくくなったね。で、ビルドアップは使えない。地震が入るが、耐久値が上がっとるというわけだ。で、俺死んだやないか。俺死んどったわ。あー、リフレクター使えなかった。これリフレクターってちゃんと20、30になるんかな。知らんないけど、俺、その辺。なるんだったら、ちょっと、やられて、あれってなってしまったところです。応援しまーす。皆さん、頑張ってください。応援しまーす。何せよ、これでビルドアップが使えんようになったけんね。ミュウツーもなかなか攻撃しにくくなったと言っても過言ではありません。マンダの薬。あ、これアイテム使えるっけ今更のことやけどさ。素朴な疑問やけど、これ、アイテム使えるもんなんじゃ、この、マックスレイドバトルって。使ったことないな、これ。アイテム。何にせよ、リフレクターがある分、物理技がダメで減っとるけんな。一戦目先戦った時は、運命の差な戦い方になっている。一つバリア破るまでに、さっきは2体死んだけどさ、1人、俺1体で死んどうからな。
俺1体の犠牲で済んどるけんな。しかも他の3匹が HP だいぶ残っとる状態ときた。ここでネクロズマの巨大マあのダイマックスが終わりと。んで俺が復活。俺がダイマックス使おうかな。だとしたら、よし、じゃあダイマックス使えん復活したばかやけんエネルギー溜まってないよっしゃ、イカ様を使うのか。リフレクターってさ、結局どこを二重に使うもんなんかな、わからん。まあいいや、イカ様で行こうリフレクターって二重で使えるもんかな、調べとこうか。回復したな、また味方が挑発、また挑発使った。もうターン切れるか、挑発。その辺よく知らない。俺かよ、また俺か。ビルドアップは使えない。炎のパンチが飛んでくる。俺かい、俺かい、今のちゃうな味方のやつ。悪の波動効果抜群入ります。リフレクターで二重で使えるのか、ちょっと今ちょっとネットで調べようけど、ダブルバトルやマックスレートバトルでは効果が低くなる。アホなんじゃ。通常だったら2分の1なんやけど、2分の1までは減らないということらしい。まあ俺は別に攻撃すればいいが、普通に攻撃すればいいや。まだ回復した。やけど直したんじゃ。それに回復。ダイバーン、ネクロズマは硬いぞ多分な。ステータスか知らんけど、瓦割り。しかし物理に強い。リフレクターがなくなった。光の影もなくなった。張り直さなくちゃ、張り直さなくちゃいけないや。けど結構順調といえば順調になるんじゃないかなという展開になっております。さて誰かが這い直してくれるかもしれんが、ちょっと俺は回復させてもらおうかなって。回復アイテム使っていいんだよこれ知らんかったわ。回復アイテム使っていいんやな。回復アイテムあるかな。でもわーないんちゃうんすか、ないんちゃうんすかこれ回復できるとか知らんかったもん俺。マグタンの薬とか持ってない。やばいわやばいわやばいわ。普通にコーヒーとくわねごめんなさい皆さん、回復アイテム持ってなかったです。リフレクターありがとうございます。俺死ぬわ多分。ミュウツー、炎のパンチ、ネクロズマ、岩のどれ外れた、全体攻撃か、死ぬー、ダイボーン、ネクロズマ、ネクロズマが死ぬんちゃん、大丈夫、耐えた、よかった。俺のオーロンゲも何気に耐えたな。ネクロズマがでもひるんでしまった。どら俺の攻撃ひるんでる、みんなひるんでるやん。挑発も切れてしまった。じゃあ俺が挑発しとくべきなのか、いや俺は攻撃するぞ、俺は殴るぞ。満タンの薬、タイミング良かったな。俺回復アイテム用意してなかったわ、そこまで考えてなかったわ、ごめんなみんな。ビルドアップ使ってくるか、使わない。しかし岩なだれで俺は死ぬ、ごめんなみんな。回復アイテム持てないんですな俺しかしこれでまだ2落ち目だからな、テンポよく進んでおります。テンポ良くはないわな、そんなにテンポ良くはないけどさ、別に悪い感じじゃないな。俺死んだけどな。ファイトファイト、ムッキムキ、ロンゲーロンゲーでムッキムキ。ダイバン、対象がオーロンゲ、
リフレクターって今あったっけ、今こうか耐えおるってことは多分まだ残っとったような気がする。あーでも狙いが良かった、ミュウツーの狙いが良かった、味方のリフレクターも消えた。これで3落ち目。さてここからの問題です。一体でもやられたら終わりという状態。しかしバリア、二つ目のバリアが破り終えた。展開はこっちよりかもしれない。一回やられたらダメとはいえ、まだはこの HP だったら削り切れるかもしれない。防御力が下がった。下がったところに来た。ソウルクラッシュ。あとは時間との問題か。ミュウツーが先にこっちを落とすのが先か。こっちの、こっちがミュウツーの HP を全部削り切るのが先か。そんな勝負になってきました。ここまで来たらもうリフレクター貼る手間なんかをいらんだろう。とりあえず攻撃攻撃を繰り返しとったら HP を全部切れると信じて俺は攻撃する。リフレクターなんか貼らない。応援の力、ダイマックスパワーが増殖、物理が物理に強くなる。あー外した。うわーここで外すのはちょっと痛いかもしれない。ちょっとやばいな。ネクロズマ岩なだれがきつい。全体攻撃、地震全体攻撃、これはきつい。あーダメだ。うわー惜しかった。ごめんみんな、回復アイテムも忘れとったわ。持てなかったのは悪いわ。やってきました。これ何回目の戦いになるだろう。バンバンカットしたけどさ、動画としては何回、3回目ぐらいのあれなんだけど、ミュウツーに挑んだのはこれで10回目ぐらいになります。1回も勝てておりません。攻撃曲ぶりしましたが、防御の方が高い、防御が高い方が生き残っていいんじゃないかなって思いましたんで、防御ちょっと攻撃の能力値を下げて、その分防御に振ってきました。そして相手が初手の分にバリア張ってこないので、挑発でビルドアップを防ぐという、そういうパターンでいきます。今回このターン、これで相手はビルドアップによって攻撃力が上げれなくなります。もしかしたら味方のオーロンギ、あおっと光の壁、特殊に強くなったって。で今回バリア張らんってことは、ミュウツーは今回攻撃物理系の技を放ってくるんじゃないかな。光の壁使えるか、これ効果ないんじゃないかなって。ザシアンの攻撃力が刺さる。ザシアン火力が高いからな。火炎放射、あれ火炎放射特殊技なんじゃ。あれ俺間違えたかな、俺間違えたかな。バリア張る方が物理で、バリア張らない方が特殊か、なんかその辺ちょっと俺勘違いしましたが、バウダック、うん、何にせよこれでうまい感じに防いでくれたことになるんで、挑発も使ったし壁も作ったしで、もう一番理想的な動きをしたな俺と味方のオーロンゲで。なんで両方ともやることをやったんで、ソウルクラッシュで特攻を下げていきます。味方は一人回復に入った。俺はダメージを与えながら相手の特攻を下げると。吹雪、これも光の壁の効果でダメージが和らいだということになる。ザシアンはきついぞそれ。あーでも耐えた。光の壁さもさもだった。これはでかい。そして俺はソウルクラッシュ、特攻を下げるぜ。あ下がらんのか。が、ワルダ組が使えんで、ワルダ組覚えとんやな、ミュウツ。ワルダ組がどんな効果か知らんけど。よっしゃ、殴れ殴れ。とりあえず、光の壁と挑発の効果がなくなるまでは、とりあえず殴り続ければいいんか。まだの薬。そうやな。HP ギリギリだったな。危なかった。よう耐えた方じゃ。で味方のオーロンゲも回復、半分切っとるもんな。これは回復しといた方がいいわ。その間に俺が、おっとこれは
味方のこの伝説のポケモンの名前を忘れたけど何やったっけ、ルナアーナだったっけ、そんな感じの名前だったっけこれこの時代のポケモンの名前はよく知らんのよなソルガレオかわからんとりあえずダイマックス使ってこのバリアを剥がしにかかる戦法で、そういうことだろうな。ダイバン、これはダイマックスしたポケモンは耐久力ある、 HP があるからね、耐えたね。波動弾、これもそんなダメージにならんかった、これも光の壁の効果だろう。ドズーン、2枚は売れました。そしてバリアは剥がした、いいですね。ここまではいい感じには順調な感じで、ソウルクラッシュ、俺のソウルクラッシュが入って、今度こそ特効が下がった、ワウダクミは使えない、これはいい感じの展開に来ております。まだ光の壁が効果が切れたっていうでやつが出てきてない一見、これまあソウルクラッシュで、あれ全体的に HP がそこまで削られてないし、回復が間に合っとるって感じやな、回復アイテム使うんが。挑発、そうかそうか、バリアが消えたけん挑発使ったろって感じやな。挑発の効果切れたかな、俺の挑発切れたんか、そんな文字出ておったかな。まあ何せよこれ挑発のターンが延長したって考えればいいんかな。火炎放射、しかしダメージは低い。そして最高ブレイクは、あーオーロンゲ狙ってきた、オーロンゲには効きません、スパータイプは。これがオーロンゲが強い理由でもある、ミュウツー対策として。ミュウツーのエスパータイプの技で全く効かないからな。それでいってソウルクラッシュで特攻を下げたり、でもバリアがついとけん今回は特攻下がらんかったってことかな。すごい傷くせい、ザシアンはもうなんか回復専門になってしまっとるな。炎タイプの技が飛んでくるけんな、ミュウツーって。それの影響でちょっとザシアンのダメージがちょっと蓄積し始め、でもエスパータイプの技をちょくちょく 俺のオーロンゲに放ってくるけんな、それで一旦稼ぎを感じまする。そして炎タイプの技を食らってザシアンが落ちる、まあいつかこうなるだろうなって感じだった。割とミュウツーは炎タイプの技を放ってくるからね、仕方ないといえば仕方ない。でもその間に味方がバリアを剥がして、俺が最後の1枚とどめ、これで2段階目のバリアが剥がれた、これはいい展開。まだ1落ちしかしてないぞ、まあこれで2枚目剥がしたんでかいな。味方もオーロンゲもこれ使って特攻がさらに下がるというね、もう展開はこっちのものやな、もう流れが来たぞ、これは勝てるな。10回目ぐらいにしてようやく1回勝てるか、これ来たんじゃないか。ここはちょっと HP がやばいとはいえさ、これまでの展開考えたら耐えれそうな気がするけんさ、あえて回復せずにダイアイス、特攻が下がっとけん割とダメージが少ないって見た、だから攻撃に言いましたが、その通りそこを避けたんでかいな、これ。最高ブレイクも効かんし、吹雪もう大したダメにならない、パワージェムで残りを削っていく、みんなでみんなでみんなで決めろ、最後の一撃、よっしゃーようやく勝った、ようやく勝ったぞ、みんな捕まえ連携、そういういきなり姿を消したって状態になる。そしてこれです、報酬の数、雨多ない、いつもより手堅く来れる。そして銀の王冠特製カプセルに最高金質の技レコードポイントアップ、不思議鍋、結構手堅く数が多い状態でくれるんやな。水星のかけらとかあるんやな。よっしゃー、ようやく一回勝ったわ長い戦いだった。というわけで、
今流行ったんが今のオーロン毛らしいですね。おさらい。オーロン毛はサポート型で、バリアが張って、初手でバリア張ってこないんだったら、初手でやるべきは挑発。これで相手が、ダメージを与える技しか出せなくなるんで、ビルドアップとか瞑想とか、自分の能力を上げる技を使ってこないので、戦闘力アップ。戦闘力アップされたらめっちゃ手がつけられんような攻撃力で、こっちこう回復するしかないみたいな状態に陥られて積むんで、それを防ぎます。で、2ターン目あたりから、壁張って、相手のダメージを抑えますね。特殊攻撃を防ぐ光の壁と、物理攻撃を防ぐリフレクター。まあ、それはちょっとミュウツーによって、どっちのミュウツーか、物理型か特殊型のどっちのミュウツーになるかによってまちまちなんですけど。で、この2つの効果が切れん間は、どんどんソウルクラッシュで叩いていきましょうと。これはイカ様っていう技、俺が、イカ様でもいいんやけど、俺はソウルクラッシュを採用しとった。だから特殊型のミュウツーには刺さったな、今回。こんな感じです。というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。週上げ。